さあ、ピクリとも、ある意味動かないのはニック・ゲイジだ。このコーナーチャンピオン、新人ダブル260パンド、ジャスティス・ペイン。さあ、ビルドアップされたこの体、ジャスティス・ペインがコールされます。おっ、さあ、仕掛けていったのはニック・ゲイジだ。さあ、ボディアタック、そしてナックルから、ナックルの連打からロープに振ったニック・ゲイジ。さあ、ラリアット、いや、違う、エルボーだ。どうでしょうか、その長期にわたって、米国での活躍をして、再び日本に来たバックドロップ、再び日本に来た時にはこのスタイルになってるんですね。そうなんですよね、はい、いわゆるオーソドックスなアメリカンスタイルっていうんですか、はい、そうですね、コスチュームもどちらかというと、やはりノーマルなレスリングを意識したコスチュームになっておりますね。やっぱりこれ、2つの、ね、顔持つっていうのは、もう、本当、コアの話だと思うんですよ、やっぱりハードコア系もやれて、こういった形の試合もできてっていうのは。はい、ただ、ね、もう手の内知り尽くしてる2人だと思うんで、ちょっとやりにくい部分もあるんじゃないかなと。なるほど。さあ、そのあたりの差し差別どうなるんでしょうか。ニック・ゲージ、そしてジャスティス・ペインのこの一戦です。まあ、彼らにしてみると、その、まあ、先ほどのね、あのフォーエダンスのように、はい、まあ、あれも CGW の一つの形だと思うんですけれども、はい、だけがねえぞっていうところを見せてやろうっていう意地はあると思うんですよ。なるほど。自分らが日本で CGW ってものを見てどう見られてるかっていうのは、ほとんどもう分かってるはずですから、はい、ただそれだけじゃないんだよと。さあ、このあたりでしょうか。ネックロックにしたところ強引にニック・ゲージ外していきますが、このあたりだ。さあ、ラリアット。さあ、ココナッツクラッシュ気味にニック・ゲージの頭部を攻め立てて、そしてラリアット。おっと、微妙です、微妙です。右肩が上がりました。さあ、レフリング、ナイスレフリングであります。通常ですと左肩が上がるところ、右肩を上げてたのはニック・ゲージ。よほど苦しかったんでありましょうか。どうでしょうか、逆に、工藤さん、ニック・ゲージ表というのは、工藤さんの、はい、はい、そうですね、やはりね、体を最大限に、はい、生かしたプロレスを、はい、やっているなという印象を普段の試合で思うんですけども、はい、ここでもまたどんどん体を生かして、はい、攻めに転じてほしいですね。そうですね。さあ、こういったあたりでしょうか。さあ、いや、逆です、いません、そこにはいません、後ろです。バックヤード、今日は打撃です。今日は打撃、ジャスティス、今度はどうだ、飛ぶのか、取っていきました、ジャスティス・ペイン。もともとジュニアの選手だから、まあ、こういうのもやるんですけど、さあ、やはり CGW の持って生まれたこの地がこういった攻撃をさせるんでありましょうか。ニック・ゲージが大ダメージを負っております。場外で大ダメージを負っております。あとはこういうものをどう使うかですよね。なるほど。先ほどまで蛍光灯ですとか、はい、まあ、ユーセッションボードとか、そういうものが乱れ飛んだ後に、はい、やっぱり異質なちょっとインパクトないですよね。なるほど。さあ、投げていった。工藤さん、どうなんでしょうか、このレスリングのタイトルマッチで、はい、この椅子を使う、まあ、コーナーというかですね、はい、まあ、このいろんなテイストを出していく、これは難しいんですか、非常に。そうですね、やはりちょっと切り替えというか、制度法で来たと思ったらいきなりこういう狂気というかね、こういう椅子が出てきたりっていうのはあると思うんですけども、はい、やはりでもこの辺はね、ハードコア得意とする選手なんで、なるほど、はい、大丈夫だと思います。さあ、逆に須山さん、どうでしょう、これニック・ゲージを蘇らしてしまったような感もありませんか。ですね、はい、この辺がやっぱりそのハードコアがで、その椅子机を使う時の、はい、まあ、リスクですよね。そうですね、セットしたり持ち込んだりする間に相手がちょっとダメージ回復しちゃうとしてしまうと。さあ、そのあたりをジャスティスは計算してのことなんでありましょうか。ニック・ゲージとトップロープの上での、いや、コーナーポストの上での争いになってまいりました。何で投げますか。さあ、対戦がいいのはニック・ダブライヤー。違う、いや、ニックだ。返しの返しですね。そうですね、そのまま潰そうかというところ、後ろに投げていったのはニック・ゲージ。さあ、足を取ってろ。さあ、 STF 気味に、さあ、フェイスロックで絞り上げる。もちろんレッグロックも決めています。さあ、密着してのレスリング、ジャスティス・ペインがどうでしょう、まだ体勢反りが甘いでしょうか。そうですね、もうちょっと、そうね、ああ、このあたり、さあ、チョーク気味に喉に入ってまいりました、ニック・ゲージ。白い顔がだんだんと赤く染まっていきます。赤く、やばい、これはまずいぞ。いや、ローペース系だ。ちょっと場所が、そうですね、さすがの荒くれ、ニック・ゲージもなんとかローペース系。しかし、まだまだ攻めるはジャスティス・ペインだ。さあ、今日は関節技、いや、足を絞り上げますよ。これもう一回またスピニングトーホールドですね。さあ、テリーファンクの参戦を意識してか、この後出てくるテリーファンク、いやー、しかし、これはチョーク気味に、チョークスラミ、いやいや、最近こういうバックブリカ見せる選手あんまいないですからね。そうですね、前回の後楽園ホール大会ではアシッドとのタッグでこのジャスティス・ペインをこのような技で攻め立てていきました。
さあもう一度立たしていくのはニック・ゲージ。さあここはまた踏ん張る、ジャスティス・ペインが踏ん張っていく、はい、いやこれは場外に、いやエプロンだ、エプロンでこらえるのはジャスティス、これは毛先のような形、チョップですね、逆水平気味のチョップでしたね。ショートレンジで繰り出してまいりました。いや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 、津山さんちょっとこれ危ないんじゃないですか。なんだ、さあエプロンサイドに、エプロンサイドにのためる、これはニック・ゲージ大ピンチだ。さあロー危ない、気をつけたダメージ大きいですねこれはね。そうですよね、顔のあの画面の骨骨のところに当たるのはかなり効きますよね、はい、そうですよね、どんな屈強なレスラーであっても喉やそして頬骨を鍛えることはなりません。さあニック・ゲージが、いやこれはジャスティスです、ジャスティスがリングの中に机を持ち込みました。やはりハードコアの血なんでしょうか。さあ高々と危ない危ない危ない、こういうのが意外と、はい、勝敗の分かれ目になってきますからね。ただ持ち込むのか、はい、ワンヒット与えて、はい、あのちょっと相手を参らせて、はい、その間に持ち込むのか。危ない危ない、しかし肩が上がっている。ゲージ選手ってあのところどころにすごい器用さ見せますよね、うん、なるほど、あ横入りして、あ危ない肩危ない、これは小股すくいスープレックスのような形ですね。片足を持ち上げてそのまま強引に投げていきました。いやいやいや、カウントは2です。やはり見かけ工藤さん、どちらかっていうとゲージ選手その不器用な感じもするんですけれども、はい、ああいった体格っていうのはやっぱり、はい、あの細かい動きってちょっと苦手な部分ってあると思うんですけども、はい、そういうとこ絶対あの感じさせないですよね。そうですよね、ありとあらゆる場面で返し技を持っていますこの男ニック・ゲージ。さあヘビー級のタイトルを奪取することができるんだ。危ないパワースラム、しかしカウントは2。道場では意外と優等生タイプかもしれないですね。なるほど、教えられたこと一番最初にできるような、はい、さあきちんとこのベーシックな部分をマスターした上でのこのハードコアニック・ゲージなんでありましょうか。しかしジャスティス・ペインチャンピオン、危ない危ない危ない、これはこれは逆ですね、ジャスティスが返していった、広角のエビ固めみたいな。そうですね、さあラリアットが、いやこれは頭部にヒットしました、そしてエルボーだ、そしてもう一度パワーボムでしょうか、パワーボム、いやこれはかかこれはかかとで額を、いやこれは返して、危ない危ない危ない、オリンピックスラムですか。さあこのままカウント3入りました。やはり最後は技で当てかけた爪も気になりましたが、やはり技で締めましたね。さあニック・ゲージ胸太田さん